はい、皆さんこんにちは、タートルです。今日はですね、いやーん、レッグレイジですね。確かに効果的な腹筋なんですけど、ちょっと間違うとですね、腰を痛めてしまう場合があります。腰が痛くない人はですね、普通にやったらいいと思うんですが、腰が痛い人はね、ちょっとね、やりにくいとか、ちょっと間違っちゃうと痛めちゃうんで、今日はこのバランスボール使って腰を痛めないレッグレイズを紹介します。必ず最後までご視聴ください。普通のレッグレイズはですね、この腰をしっかり床につけた状態でベンチを少し持ってですね、ゆっくりこういうふうにお腹を支点に、この腰ができるだけ浮かないように動かしていくんですが、ここの腰がですね、やっぱりこう浮いちゃう人、ここにね、隙間ができて浮いちゃう人は、ちょっと腰を痛めるのと、お腹への負荷が足に行きやすいんで、ここのね、足を出して、腰をしっかりつけたまま、腰痛めないように、ゆっくりゆっくり、動かしていくんですが、このお尻を出した状態は、ちょっとね、負荷が上がるんで、腰が浮いちゃう人ができる腹筋じゃなかなかないです。腰が浮く人がね、これできる人結構少ないんで、そういった場合に、このバランスボールを使ってですね、これに寝転がってですね、で、ベンチを普通通り持って、普通通り立っていきます。これで、ぐーっと下ろしたら、上げていきます。これだとですね、ちょっとボールの上なんでぐらつくんですが、腰痛める心配がないです。腰がしっかりボールについてますんで、あとはお腹を支点にゆっくりですね、ぐーっと動かすだけです。で、足はですね、あんまりピーンと伸ばさずに少し曲がった状態の方が負荷が上がります。これでぐーっと、ぐーグッとやっていくとですね、効果的です。はい、お疲れでした。今日はですね、このバランスボールを使ったレッグレイズ、腰を痛めやすい人はぜひね、おすすめです。ちょっとバランスがいりますが、慣れるとですね、全然できますんで、お腹を支点に足を動かす、骨盤を傾けながらですね、腰が浮かないようにできるだけ動かすっていうのをやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。